はい、皆さんこんにちは。バイオリンの神尾真由子です。今日はホール C の方で同級生の萩原真美ちゃんと横坂玄君とベートーベンのピアノトリオを演奏しました。本当に着いた時からすごい熱気とたくさんの人でびっくりしました。いつも東京っていうのはいろんなホールで複数公演毎日やっているので人口が多いことは分かっていたんですが、本当にこんなにクラシックをこう体感しにたくさんの人が来てくれるんだなと思って、本当に日本というか東京ってすごいなと改めて思いました。で、前回は2019年でコロナ前だったんですが、その際は一番大きい A ホールで、本当に短時間しか滞在しなかったので この熱気を体感できなかったんですが、今回はこの後マスタークラスもあって割と長時間滞在することになるので、このお祭り感を延長したいと思います。今日はお越しくださった皆様ありがとうございます。そしてお越しいただけなかった皆さんもまたぜひ来年お会いしましょう。